株式会社スーパー森永は佐賀県佐賀市に本社を置く小売業者である。佐賀県及び福岡県にスーパーマーケットをチェーン展開し、食料品の販売を主としている。なお、菓子、食品、冷菓の製造販売を行う森永、製菓株式会社とは関係がない。CGC グループに加盟している。1957年に会社設立。 1964年に鹿島店を開店して以降徐々に店舗数を増やしている。イオンやイズミなど県外の大手流通資本の構成にもかかわらず地域密着企業として秘密の県民賞でも紹介された280円の激安弁当など独自の強みを持ち地元では一定の存在感を持つ。その他の特徴としては全店舗に 地元の農産物産直コーナー、取れたて市場を設置しており、店舗によっては、成果の売り上げの約30%をこのコーナーで上げているという。2010年12月には、大和運輸と提携、佐賀県内全域を対象に、同社の配送網を利用した、会員制のネットスーパー事業に参入した。2011年10月29日に、ドラッグストア部門に参入。 2014年には4月に開店時間を午前9時半から午前7時半に変更し、7月1日には全店に店内で豆をひいて提供するセルフ式ドリップコーヒーサービスのマッカフを導入するなどコンビニエンスストアに対抗する営業戦略も進めている。2019年8月28日、早朝の豪雨により佐賀県小木市のショッピングプラザ、 セリオ内に出店している、牛津店が膝付近まで浸水し、設備や商品が水に浸かり、冷蔵、冷凍機器が使えなくなる被害に遭い、9月18日に営業を再開した。2020年6月27日、南佐賀店開店。店内に、チェーン初の直営ベーカリー、森永ベーカリーが出店。また、同店では、新型コロナウイルス対策として、 カード型レジを導入。地域密着企業として、社会貢献、地域貢献を積極的に行っており、毎年店舗所在地の各市町へ、環境保全に役立ててもらうために寄付を行っている。また、1993年に台風の影響で、青森県三林後が多数落下した際に、その一部を低価格で販売したこときっかけに、交流の始まった JA 青森と共同で、 青森市のリンゴを佐賀県鹿島市と同市内の保育園や高齢者施設なども公共施設に毎年寄贈する活動をしている。2013年9月4日に障害者が働きやすい環境づくりをしているとして佐賀県知事表彰を受けた。2020年6月27日現在スーパーマーケット12店舗を構えている。現行の店舗の詳細については公式サイト。 チラシ、店舗情報を参照。ドラッグストア、ありがとうございます。